はい、マリックが来た。彼女と自分がいかに相性が合うかというそういうテレパシーテストですね。まず、3種類の食べ物を見せますから好きなのを決めてください。1つ目、パスタ。パスタ。ラーメン。もう一つはもうカレー。さあこの中でね、もし好きなもの、私の好きなものと一致したら、これはなんか相性が合うなと思ってください。バッテンをちょっと書いておきます。はい、書きました。ちょっと混ぜておきますね。今私の好きなものと一致したらお付き合いしましょうねとかはい、どうぞ。私はラーメンです。あ、すごいね。本当にラーメンですか。ラーメンです。あ、よかった。まずカレーではない。歌は分かりました。カレーではないですね。パスタかな。パスタかな。パスタではない。おお、すごい。私の好きなのはあれ、ラーメン。すごい。書いてありますね。書いてありますね。はい。私がラーメンでね、あなたもラーメンが好き。今度一緒に食べに行きましょうねとか言って、美味しいラーメン屋さん知ってますから一緒に行きましょうねと言って、本当にね、たった一つのマジックが人生変えますからね。これはでも受けますね。一杯のコーヒーから恋が生まれるなんて、一つのマジックから恋が生まれますよね。使うのは、もちろんハサミとバッテンの、実はこれはこのテープでした。テープ売ってますね。黒いテープね、つや消しのこういうテープ売って、ちょうどサインペンで書いたと同じように、これなんていうんですかね、こういうね、つや消しのテープ、これを、こうしてまず四角に切って、こう切って、あとはハサミで切っていくと、今ここにいっぱいちょっと差し替えがあるんですね。見えますね。本当にね、書いたのと同じような感じで切っといてくださいね。これ見えますね。わからないですね。わかんないわかんないですよ、これ。だからサインペンあんまり細いの用意しちゃダメですよ。実際書いて同じぐらいの太さで作ってくださいね。これ大事ですよね。細いペンで太いのはおかしいですし、太いサインペンなのに細いのもおかしいですね。はい、大体同じのはハサミで切ったのを作ったら、どっかに留めておいてですね、こうやって留めておいて見失わないようにしておきましょうね。はい、あとはパスタ、カレー、もう一つ書いていきましょうね。ラーメン書いていきましょうね。ラーメン、はい、じゃあやり方です。やり方ですよ。サインペンでまずこうしてバッテンを書きますって、こうやってオンラインで見せます。で、実はここにもう貼るやつがついてますから、この爪のここのところに移します。こんだけ、このクロスの先端の部分だけをこうやってつけておいてください。これベタッとこう貼っちゃうと映せませんから、こういう状態で留めていきます。先にちょびっとつけていくんですね。ね。で、これは当然紙の後ろにありますから気がつきませんね。こういう状態になってますね。ここに留めておいて、こうやってこうバッテンをしてね、書きますよと言って、ここの部分を取ってここに写すんですね。このところちょっと待ってくださいね。今止めますから、まあ、最初から止めといても大丈夫ですけども、これ見えますかね、ここ
この先端ね、うん、あ、これ大丈夫ですね。大丈夫ですね。はいはい、こういうポジションです。こういうポジション、これは混ぜてもバッテンだけがもう何言われてもどこへでもつけれる体勢になってるってことですね。たまたま先ほどはラーメンって言われたからラーメンのとこへ来ました。ここへ、あとはこれ押すだけですよね。キュッと押すだけでほとんどわからないと思います。怖っ。これ書いたんじゃないですよ、これこれ先ほど貼ったのはこれですね。ね、わかりますね。はい、今度はカレーって言われたらここに持ってきます。これは裏側でやりますよ、裏側の操作で。でここを押さえて、ここを押さえてしっかり押さえれば、ほら完璧だ。完璧ですよね。完璧です。あ、ゆっくりでいいですよ、両手でこうやって。で迷いながらパスタかなカレーかな。私は同じでしたね、カレーです。もうこれでドーンとね、はい伝わると思いますいやいいですね。あのこの書くものはね、あの本当にカードは何枚あってもいいんですよ、ね、あんまりたくさんだと大変ですから、あの行きたい場所とかね、あの何でもいいと思います。そのこと、相性占いのつもりで遊んでいただければ、これ当たれば当たったでね、偶然だねとか言って、女性はそういうものを信じてくれますからねこういうマジックもね役に立つんですね、もう本当にね、いや本当にいいと思いますね。私たちはもう若い子どれだけ助けられたかね。はい、もうぜひあの皆さん、こんなね人の心をつかむには本当にね、こういうちょっとした驚きがあるとね、印象付けられると思います。はい、というわけでぜひやってください。はい、また一つ一つこのオンラインね、たまたまこういうオンラインの時代が来ましたから、こういうものはお伝えできてよかったと思います。それではまた明日、さよなら。